皆さんこんにちは。今回は浜松町と羽田空港を結ぶ東京モノレールの解説をしていこうと思います。今回は初のモノレールですが、この路線データは風景や車両がかなりリアルに再現されているだけでなく、普通、区間快速、空港快速という様々な種別を運転することができます。とても再現度が高くおすすめなので、早速やっていきましょう。まず Google などのブラウザを立ち上げます。そして DVE 東京モノレールと検索。一番上に路線データの公開ページがあるのでクリック。これが路線データです。路線データの一括ファイルになっているようです。それではダウンロードしていきましょう。ダウンロードが終了したらフォルダを開きます。そして展開。展開するとこのようなファイルが開きます。中に路線データのフォルダとテキストファイルが入っています。別のエクスプローラーでシナリオを開いて、ダウンロードしたファイルをすべてシナリオに移します。これで路線データの方は完了です。では、次に車両データをダウンロードしていきましょう。このサイトでは線型のダウンロードページのリンクが貼られているので、公開されているサイトに飛びます。左上の DVE トレインシムをクリック。すると車両の一覧が表示されるので、線型を探します。ありましたね。画像をクリックしてダウンロードページに行きます。するとこのようなページに移ります。ダウンロードと運転方法などの項目があります。ひとまず運転方法やその仕様についてを読んでおきましょう。読み終えたら、ダウンロードしていきます。ダウンロードが終了したら、フォルダを開きます。そして展開。展開するとこのようなファイルが開きます。中には車両譜、トムケ線の順にファイルが構成されています。別のエクスプローラーでシナリオを開いて、車両譜をシナリオに移します。これで線型は OK です。次に東京モノレールの1万型の方もダウンロードしていきます。先ほどと同じく画像をクリック。最初に仕様を見ておきます。するとここに1万型のシナリオファイルも同封していると書かれています。実は最初にダウンロードした路線データは線型しか対応していなかったのですが、この車両データをダウンロードすることで同時に1万型にも対応した路線データもダウンロードすることができます。ではファイルを展開します。展開するとこのようなファイルが開きます。中には車両データ、車両譜とともに1万型用の路線データも入っています。車両譜の中にはトムケ1万が入っています。これが車両データになります。ちなみにビークルも確認すると、すでに1万型のパスが入力されています。それでは、これらのファイルをシナリオに移します。これで1万型も完了です。うまくダウンロードできれば、車両譜に車両が2つ入っているはずです。最後にビークルに入力されているパスと、ファイルの位置が正しいかを確認しておきましょう。間違っていないようなので、実際に DVE を立ち上げて確認してみます。路線がずらりと並んでいますね。上が1万型、下2千型が並んでいます。今回は、この普通電車で確認をします。おお、風景がとてもリアルに再現されていますね。運転台のメーターなどもかなりリアルに作り込まれています。運転が楽しみになりますね。それでは、今回の解説は以上になります。チャンネル登録していただけると動画作成のモチベーションにもなるので嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。